ボートテニス教室の久保田です。今回はまた、質問コメントがあったので、その件についてお答えしたいと思います。そのコメントがですね、初めて質問させていただきます。週に 1,2 回テニススクールのレッスンを受ける以外は運動らしいことは何もしていません。スクールのコートはインドアでカーペットのようなソフトなサーフェイスです。カーペットのコートありますね。結構インドアのスクールというのはカーペットが多いんじゃないですかね。ほとんど今カーペットですよね。スクール推奨のオールコート用の、テニスシューズを履いています。ミニゲーム中上体をひねって動き出そうとする際にたびたび足がもつれてつまずいて後ろ向きに転倒して尻もちをついたり後頭部を打ったこともあります。後頭部を打つのはなかなかですね。ちょっとそんな激しいミニゲーム中っていうのは、まあ普通のゲーム中ってことですかね。なんか短いゲーム形式の中でってことですかね。運動不足と加齢も手伝って基本的に両足のスタンスが狭くて足の運びがすり足のようになっていったのが、原因かなと思いますが、転倒しないようにするためにはどうすればいいのかアドバイスをお願いしますと。このですねコメントの内容からするとですね、打ち方がほとんどわかんないんですよね。打ち方を具体的に書いてあったり、まあ移動の仕方とか具体的に書いてあったら、こういうふうにした方がいいですよとかっていうのがわかるんですけれども、これだけのことだとちょっとまあフットワークが悪いのか打ち方が悪いのかってわかんないんですよね。おそらく足の動きが悪いってことは腕の動きも悪いはずなんで、全体悪いのかなみたいなのはありますけども、手がかりがないんですね。まあ、体を上体をひねって動き出そうとする際っていうふうに書いてる。しかもヒントが今のところないんですよね。上体をひねって動き出そうとする、ひねりっていうのはどこのひねりかってことですよね。背骨のひねりなのか股関節のひねりなのか。背骨ひねって股関節が来るとちょっとまあ危ない感じはしますよね。で、股関節をターンしていくにしてもどっちの足でターンさせるかによってもまた違うという。ちょっとこのコメントに関する動きのアドバイスはできないですね。転倒しないようにするにはどうすればいいのかアドバイスをお願いしますということなんですけれども、動き方に対してのアドバイス、それを改善するためのアドバイスっていうことよりも、転倒しても、後頭部を打ったり、どうか腰とか強打しないようにするための方法を、じゃあ、教えるということでいかがでしょうか。まずですね、姿勢をチェックしていただきたいんですよね。転んで後頭部を打つっていう場合っていうのは、姿勢がですね、猫背寄りというか、つま先体重というか、少し後ろに体重が寄ってると思うんですよね。後ろにというか、こっちに、ね、こっちの猫背側の感じで構えてる場合が多いんですよね。こういう感じ。これ骨盤、こっち側じゃないんです。こっち側っていうのは、正しくは、お尻の穴を後ろに向ける感じで、骨盤が少し前傾したような形で、股関節を少し折って、で、膝もちょっと緩む感じになれば、いいんですけれども、それが、ちょっと極端にやりますよ。極端にやると、骨盤が後ろ側に斜めにこう傾く、まっすぐじゃなくてまっすぐこうじゃなくてちょっとこっち側に傾いた状態で、実際こうは構えないんですよね。こうは構えない。この形でこうやって構える人ってやっぱいるんですよね。こうなってしまうと股関節が動きにくいんですよね。で、股関節が動きにくくなるとどうなるかというと、足が思った以上に上がらないんですよね。足上げるときっていうのは、股関節をターンして上げるっていうのが一番上がりやすいんですよ。足を上げていくときは、
足を上げるときというのはここを折っていくと足は上がりやすいんですけども、そこの折りが足りないとどうしても膝下で頑張ることになってくるんですよね。ここはあんまり動かない。こっちが動けばこうやって股関節がよく動けばいいんですけれども、特に横方向とかね、とかこうひねっていくときとかね、にここが動けばいいんですけれども、この部分がね、この部分がよく動けばいいんですけれども、ここは動かない、骨盤が後ろに倒れたこの姿勢からやると動き悪いんですよね。思った以上に足が上がらないんですよ。なのでちょっと姿勢をですね、一発目だから最初の構えた状態だけでもいいんで、骨盤を少し前傾させて、でちょっと膝と股関節を少し折る、こんなもんですよ。あまりこうしないでね、こう低くしないように、ね、ちょっと前傾で少し曲げる、で手を落としてで構えとく、こういうふうにすることで、もしつまずいたり引っかかったりした時もそんなに高い位置からこっちにこう行くわけじゃないんで、この位置からこっち行ってもすぐ手がつくんだよね。危なくはないと思うんですよね。だから、それをずっとやれっていうのはきついと思う、できないと思うんですよね。そういう、もし、こっち側の癖がある人が、この癖、これ、偽物ですからね。偽物っていうか、これ悪いですからね。ちょっとやってるように見えるでしょ。でも全然違う。正しくは、こっちの、これとかはいいですよ。これはいいんですけど、こっちの、まあ、こうやる人はいないんですよね。これじゃなくて、これ見てくださいね。これ、この腰のまんまで、こう構える人いるんですよね。これなんかやってるように見えますよ。オーラーってやるや、オーラーってやってるように見えるんだけど、これ、腰が前に滑ってるっていうか、私のなんか感覚では、腰滑ってんなというふうに、私は思うんですけども、勝手にね、言葉をつけてね。でも、これじゃなくて、実際はこうじゃなくて、こっちですからね。こっち。わかるかな?この腰の位置。こっちじゃないとダメですよ。これ間違いですよ。これ間違い。これ結構いますからね。こうやる人だいたいこう手も、こうこっちのこういう感じになりますよね。手が、こういう持ち方したりとかね。骨盤がこっち、正しく前傾させて、構えてる人っていうのは手が落ちてる状態になると思います。こっちになると思います。こっち。その違いがあります。で、ずっとそれやるのは難しいんですけども、最初、一発目打つときね、一発目、ラリーの始めとか、リターンとか、やるときは、必ず、ボレーのときもね、ちょっと、こっち、前傾に骨盤をさせといて、股関節を意識して、少しこう、折ってあげるといいと思いますよ。こっちです。で、お腹がボトッと前に落ちたような状態。少し後ろに行くと、ちょっとここは背中側が上になりますよね。こう、上側になるという。で、お腹が落ちた状態。この状態でお腹をちょっとこう落として座らせておくといいと思いますよ。この状態からだったら転んでも、そんなに、変な転び方はしないというか、後頭部を打つほど、の動きにはならないと思うんですよ。なぜなら、転ぼうとしたときに股関節がよく動くから。こっちは、極端です。極端にやります。極端にやると、こっちは、股関節動かないんですよね。動かないっていうのは嘘で、こっから前方向には動くんですよ。前には。前後ろには、ある程度動くんですよ。でも横に広がらないんですよね。やっていただいたらわかると思うんですけども、骨盤を後ろに倒して、で、横に広げようと思っても開きにくいんですよね。前には行くんだけど、横に開かない。で、こっからの前、後ろ、この動きはいいですけど、こっから後ろ側も行きにくいですよね。体に対して後ろも、ね、ですから、これは、すごい制限かかってます。制限かかって足先つまずくと、股関節は動かないわけだから、もう、
足首と膝しかなんか使いようがない。膝なんか動かせる方法があるんですよね。それが曲がる方なんですよ。で、曲がる方向ってのも大体こっちなんで、膝ってこっちに曲がるんでね。で、立っててここは使えない。じゃあどっか曲がったって後ろに曲がりますよね。だから引っ転んだ時にすごい腰を強打したり、頭の方まで行く場合もあるかもしれないです。私はちょっとあんまり頭を打ったことがないんでね、転んで。だし、大体登山とかする人なんか分かるとは思うんですけどね、こうやって降りていかないですよ、降りていくときに。こうやって降りていきますよね。山を下るときなんかね。こうやって、階段なんかでも、階段でつるんと引っ転んで、腰とか頭とか打つ人っていうのは、この状態で降りていきますよね。で、つるんと引っ転びますよね。正しい使い方、この腰がこっち側で降りていく人っていうのは、つらっと滑ったとしても、そんな、転ばないですよ。だし、手をついたとしても、ここは股関節がよく曲がるんで、そんなに痛くないんですよね。で、そういうふうにちょっと対策をして、練習していただけるといいと思います。動きに関してはちょっと情報が少なくて、わからないので、転んでもいいように。で、それがその構え自体が私のこの動きにはつながるとは思うので、あとは打ち方というのはこの、チャンネルの動画を参考にしていただければいいと思います。で、この辺ちょっとすごく大事なところですよね。なので、ぜひ、打ち方の方はチャンネルの動画を参考にしてください。で、現時点での対処法としては、その骨盤の向きをちょっと気をつけて、で、少し股関節を折った状態から、最初はスタートする。で、途中が分かんなくなっても、また一回球が途切れたら、そこに一回戻して構えとく。っていう風にしてください。今回は以上です。